この剣は私のために用意されたものだ。取れるものなら取ってみるがいい。所詮キングストーンを持たぬ者に創世王の座など叶わぬ夢だったのだ。だが、そのキングストーンの一つを依然として仮面ライダーが持っている。良いか三心か。地底に眠る怪人たちを、私は世界にゴルゴム帝国を築くために復活した。それからはこのシャドウムーンが全ての実権を握る。直ちに世界制覇の準備を進めるのだ。南光太郎。いや、仮面ライダーブラック。私は次期創世王、シャドウムーン。ビルゲニアを滅ぶ。今日よりゴルゴムの指揮はこの私が取る。信彦。そんな名前は忘れたな。良いか仮面ライダーブラック。必ずや貴様を倒し、この地上にゴルゴム帝国を築いてみせる。覚悟しておけよ。天、海、地の石のエネルギーを得て、ついにシャドウムーンは蘇り。仮面ライダーブラック。私は次期創世王シャドウムーン。今日よりゴルゴムの指揮はこの私が取る。信彦。そんな名前は忘れたな。良いか仮面ライダーブラック。必ずや貴様を倒し、この地上にゴルゴム帝国を築いてみせる。覚悟しておけよ。変身しろ、光太郎。ブラックさんになり私と戦う。私はこの地球にゴルゴム帝国を築くために蘇った。直ちに、我がゴルゴム帝国建国のために行動を開始する。おごれる人間どもの文明を滅ぼし、抹殺するのだ。私の力をもってすれば、仮面ライダーなどいつでも倒せる。別名あるまで、闇の世界に待機せよ。ダル。バロ。ビッシュ。もう少しの我慢だ。お前たちの努力が報われる時は必ず来る。南光太郎。お前と決着をつける日もそう遠くはない。待っていろ。南光太郎。私は今、お前の心に語りかけている。聞け、南光太郎。私が蘇り、二つのキングストーンが呼び合っている。正々堂々と私と戦え。宿命なのだ。宿命なのだ。宿命なのだ。お前はブラックさん。私と戦うのだ。今日、初見、久しぶりだな。すべては遠い過去のことになってしまった。この家もお前たちも、この地球はやがてゴルゴムに支配される。くだらない戦争もなくなり、金に目がくらんだ人間たちも滅びる。新しい世界に生まれ変わるのだ。黙って聞け。だが、そうなる前にお前たちだけは助けてやりたい。どんなに姿が変わっても、お前たちのことは今まで以上に思っている。どうだ、京子。どうだ、勝美。いずれお前たちにもわかる日が来る。その日を楽しみに待っているぞ。お前たち、大神官たちが生まれ変わろうとしている。ダロン、バラオン、ビシュン。お前たちよく蘇った。今日からお前たちは、怪人どもの頂点に立つ大怪人。これより、ゴルゴムの幹部としてこのシャドウムーンに仕えるのだ。宣戦布告せよ。まず手始めに、人間どもにゴルゴムの存在を知らせ、ゴルゴムの恐ろしさを見せつけるのだ。行け！来るがいい、南光太郎。勝身を追って来るがいい。貴様に地獄を見せる。愛だの友情だのくだらぬ人間性を徹底的に破壊し尽くした世界。すなわちこのシャドウムーンの世界を見せて。苦しめ。もがけ、南光太郎。どうした仮面ライダー。いや、ブラックさんよ。お前の大好きな人間どもが哀れな声を上げてるではないか。助けてみよう。お前のその手で勝身を倒して。私はシャドウムーン。過去はない。お前を葬り、ゴルゴム帝国の未来のため、栄光と共に蘇ったの。まだわからないよ。この私が、お前を地獄へと引きずり込む使者だということを。ブラックさんよ。今日のところはケラ怪人を倒し、我が作戦を破ったお前に免じて、その首預けておこう。私はシャドウムーン。栄えあるゴルゴム帝国の次期創世王だ。
ブラックさん、いずれお前のキングストーンをもらうぞ。どうやら作戦は順調に進んでいるようだな。心配するな。奴の運命は見えている。行けバラオム。ネズミ怪人はすでに作戦を先行している。お前が指揮を取るのだ。大怪人の人間体はライダーのマルチアイをもってしても見抜かれる心配はない。思う存分暴れるがいい。ビシュ、お前が立てた計画はうまくいっているようだな。社会や学校に失望し、アイドルを応援することでしか生きがいを感じられない若者に目をつけるとは、いいところに気がついたな。まあ、お前たちだけでどこまでやれるか見せてもらおう。さすがに抜かりはないようだな、ビシュ。ブラックサントで、愚かな人間の男に変わりはないか。いい余興だ。あらゆるものを破壊するのだ。その廃墟の上に、我がゴルゴムの新たなる帝国が誕生するのだ。時は今、人間どもの感覚を遥かに超えたスピードで流れ動いているんだ。のろまな人間どもはもはやついては行けぬ。つまりは静止するしかないのだ。人間どもが作り上げた、愚かな文明の象徴とも言うべき街、東京。そしてその東京も、今や政治経済文化の中心として世界の運命を握っている。二度と立ち上がれぬよう、一挙に東京を廃墟と化すため、多くの怪人を同時に送り込むのだ。その必要はない。仮面ライダーによって無念に散った怪人たちの魂を呼び戻すのだ。いでよ廃怪人。バロ、廃怪人が滅んだ怪人を蘇らせるため、亡霊世界に行く道案内ができる霊能力者を探せ。愚かな人間どもよ。これより東京はゴルゴムが支配する。人間たちの生体エネルギーを得て、やがて成長した怪人たちが、この世を取って変わるのだ。仮面ライダーブラック、我がゴルゴムの怪人牧場は気に入ったかな。人間たちはここで家畜となり、地球上の動物たちすべてが、人間の生体エネルギーを得て怪人となる。仮面ライダー。いや、ブラックさん。私と戦い、キングストーンを渡すのだ。戦え、仮面ライダー。子供の命がどうなってもいいのか。仮面ライダー。基地もろとも地底の木図と消えるがいい。何？ワープ装置の実験が失敗した。東京水没作戦は、しばらく延期する。ゴルゴムのワープ装置、空間を歪め、物質を遠く離れた場所へ瞬間的に移動させることができる。おごり高ぶった人間ども、地下にまで手を入れ、東京の地下は網の目のように掘り抜かれている。その地下が、ワープ装置によって東京湾の水を一気に送り込む。大怪人バロウ、妨害電波の正体を突き止め破壊せよ。その後直ちに、東京水没作戦を実行する。人間の子孫の存続を断つということは、すなわち人間の腐り切った歴史そのものを断つということ。なるほど。面白いところに目をつけたな。だが忘れるな。もはや怪人たちの力は不要。大怪人自らが戦略を展開するというお前たち自身の言葉をだ。ビシュも策がありそうだな。ブラックさん攻略の。よし、任せよ。やってみるがいい。なるほど。すべての責任はこのシャドウムーンにある。戦略の失敗もビシュの死も。すべては、このシャドウムーンがブラックさんにとどめを刺さなかったがため。そういうのか、創世王よ。ことは分かっている。私自身がよく分かっていることだ。創世王よ、忘れたとは言わせん。次期創世王の候補者として、私とブラックさんを選び競わせていること。戦っているのは私とブラックさんなのだ。決着は我々自身ですけど、おそらくその日はもうそこまで来ている。それまでは、たとえ創世王であろうと、一切の口出し手出しは無用。覚えておくがよい。創世王、創世王、余計な口出しはするな。いよいよライダーを倒す時が来た。私は初めてこの耳で創世王の声を聞いた。一刻も早くライダーを倒せとのきついご命令だ。ん？いいだ。だが失敗は許されぬ。創世王はなぜか焦っておらぬ。
少しは分かってやらんといかんからな。バラン、行け。バラウンがやられた。何をそんなに焦っているのだ、ソセオ。わかった。今度こそ、私の手でブラックさん、聞け愚かな人間たち。今日から、このシャドウムーンが世界を支配する。この世にゴルゴム帝国を築くのだ。ブラックさん、私と戦え。貴様が戦う決意を固めるまで、この東京に太陽の光は差さない。わかったな。ブラックさん、私と戦え。貴様が戦う決意を固めるまで、この東京に太陽の光は差さない。わかったな。ブラックさん、とうとう決着をつける時が来たな。戦え。貴様が戦わなければ太陽はいつまで経っても差さない。それでもいいのか。そうせよ。わかった。だがこれは、あくまでも私とブラックさんとの戦いだ。絶対に手出しは無用だ。来る。必ず来る。待っていたぞ、ブラックさん。とうとう最後の時が来たようだな。変身しろ。運動無用。行くぞ。勝負だ。ブラックさん。うわっ、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 ブラックさんが死に、地球も悲しんでいる。私が勝ったのだ。光太郎、私はブラックさんのキングストーンなどなくても立派に次期創世王になってみせる。違う。そうではない。だが、できない。シャドウムーンだ。次期創世王だ。勝利は我が手中にあり、これより創世王王位継承の儀式を始める。何？それは一刻の猶予も許されん。ダル、コウモリ怪人、直ちにブラックさんの遺体を探し、キングストーンを回収するのだ。もうすぐ、間もなくこの私が栄えある次期創世王の王位を継承し、ゴルゴム帝国の頂点に立ってやるのだ。創世王ともあろう者がうろたえる。心配せずとも、間もなくブラックさんの遺体からもう一つのキングストーンを取り戻し、このシャドウムーンが正式に王位についてみせる。いいよ、キングストーンが呼び合って。いや違う、この光、まさか。そうか、やはり生きていたか。ブラックさん、復活した奴の力は以前を上回って、倒せるかな、お前に。面白い、やってみよう。だろ、見事奴の首打ってみせよ。何？大怪人ダラムが死んだ。ブラックサイノ、私はここに宣言する。必ずやこの手で貴様を倒し、次期創世王の座についてみせる。待っていろ、ブラックさん。ブラックさん、必ずやこの手で貴様を倒し、次期創世王の座についてみせる。待っていろ、ブラックさん。裏切り者は片付けたか。愚かな奴らだ。私が勝つのが見えないとは。何？お前が迎え撃つ？来たか。ここはどこだ、創世王。何？そんなことより、なぜ戦うのを止めた？ブラックさんが乗り込んできたんだぞ。ブラックさん、この場で決着をつけてやる。悔しいか、ブラックさん。行くぞ。甘いぞ、ブラックさん。見ろ、俺の体、すでに創世王の力が宿った。貴様など簡単に踏みつぶし、全宇宙を手に入れてやる。
行くぞ。どうしたブラックさん、生き返って強くなったのはその程度か。往生際の悪いやつ、いい、貴様にふさわしいやり方で決着をつけて、シャドウフラッシュバトルホッパー。忘れたのかブラックさん、バトルホッパーは次期創世王のために作られたマシン、俺が操れて当然ではないか。無駄だ、行くぞ。貴様のマシンに跳ねられてあの世に行くがいい。バトルホッパーはもう俺のものだ。地獄へ落ちろブラックさん。俺、まだ勝負はついていない、まだだ。ブラックさん、最後の勝負だ。今度こそ地獄へ送ってやる。黙れ、俺は貴様が憎い。必ず貴様を倒してみせる。シャドウキック。ブラックさん、サタンサーベル、それがないと心細くて地獄へも行け。頼む頼む。ダメだ、もう力が入らない。ブラックさん、俺は死ぬ、だが勝ったなどと思うな。お前は一生苦しむことになるんだ、親友を。この信彦を抹殺したんだからな、一生後悔して生きていくんだ。俺こそ次期創世王だ。創世王、南光太郎。